風呂敷を使ったエコバッグを紹介いたします。レジカゴの中に風呂敷を斜めに広げます。表側を下にしてください。このように配置してお会計になります。お買い物したものが風呂敷の中に入ったら、隣同士の角を左右で持ち、真結びをします。反対側も真結びします。真結びした2箇所を持ち上げると、はい、もうエコバッグです。